ドカンルーム。鹿児島ユナイテッドサポーター部、マッキーのロッカールームのコーナーです。鹿児島ユナイテッド FC スタジアムの DJ のマッキーです。今日もユナイテッドを一緒に応援していきましょう。ユナイテッドサポーター部の皆さん、応援部活動応援メッセージお待ちしております。さあ、前節明治安田生命 J3 リーグ第7節、鹿児島ユナイテッド FC はホームに FC 岐阜を迎え戦いました。 FC 岐阜は共にね、今シーズン J2 から J3 に降格した、もう絶対に負けたくない相手だったんですね。しかしタイトなスケジュールの中、スターティングメンバーあまり変えず岐阜戦に臨んだ鹿児島ですが、前半ね、結構チャンスを作りながら粘り強くね、守って0対0で折り返しました。後半がですね、相手のフォワードのメンバー交代を機にカウンターで失点しまうんですが、その得点を皮切りに相手にペースをつかまれてしまい、最終的に0対4、悔しい敗戦となりました。こちらはですね、ラジオネームベイビーキングさんから LINE でいただいております。鹿児島ユナイテッド、前節は悔しい大敗、でも試合はすぐにやってきます。余計なことは考えず、目の前の試合に全力で戦ってほしいです。こちらは応援するのみ、気張れというね、応援メッセージが届いています。サポーターの皆さんも非常に悔しい思いをした、このまあ終わった後のあの何とも言えない気持ちっていうのはね、皆さん同じだったんじゃないかなと思いますけれども、そうです、ベイビーキングさんが言うようにですね、すぐに試合はやってきます。次節は8月の2日日曜日、今週末の日曜日17時キックオフ、アウェーで SC 相模原との戦いとなります。さあ、今日はですね、前節岐阜戦、今季初出場になりました、久しぶりにピッチに立った米澤蓮選手にお話を伺いましょう。ユナイテッドサポーター部、マッキーのロッカールーム、エール4鹿児島です。今日はこの方とお電話がつながっていますよ。では自己紹介お願いします。背番号36番米澤蓮です。よろしくお願いします。お願いします。すごい久しぶりな気がするんですが。お久しぶりです。元気ですか？元気ですよ元気そうな姿は試合で見てすごく嬉しかったんですけど。はい。髪の毛切りましたね。髪の毛結構バッサリ来ました。バッサリね、来ましたね。気分転換ですか？まあ夏なんで暑いんで、うん、ちょっと短くしようかなと思って。すっごいなんか似合いますね、短いのが。あ、ほんまですか？はい、ありがとうございます。また女性ファン増えるんじゃないかなって思いました。本当ですか？嬉しいですさあ、久しぶりにね、その米澤選手のプレーを見て、本当に皆さん喜んだんじゃないかなと思いますが、はい、まあ、できるならばね、勝利してこのインタビューをしたかったなって思いはあるんですけれども。はい。前節明治安田生命 J3 リーグ第7節、ホームで FC 岐阜との対戦となりました。0対4での敗戦になってしまいましたけれども、はい、試合をまず振り返っていかがでしたか？そうですね、まあ、前半0-0で終えて、まあ、後半の立ち上がりに失点してしまって、うん、そこから立て続けにカウンターでポンポンポンと決められてしまったんで、はい、まあ、非常にもったいないゲームですし、まあ、自分たちのホームで試合 してたにもかかわらず、ああいう負け方をしてしまったんで、うん、まあ、非常に情けないと思います。前半はとてもいい形で攻撃の形も作れてましたし、守れてたと思うんですけれども、はい、後半ちょっとやっぱりリズムが変わったり、何かこう要因ってあったんですか？まあ、相手のフォワードも変わったっていうのもありますし、はい、まあ、そこでうまくそこを使われて、まあ、相手が狙ってたことをやらせてしまったんで、うん、まあ、そこから立て直すことができず、うん、ちょっと集中が切れてしまったかなと思います。そうですね、今まあ取り組むべきこと、課題点とか修正点、一番どんなことだと思いますか？まあ、前の試合チームとしてシュートの本数が非常に少なかったので、はい、やっぱりシュート打たないと入らないんで、うん、もっと全員がシュートの意識持てればいいんじゃないかなと思います。惜しいシーンなんかもね、結構あったので、もったいないなーっていう気はしたんですけれども、もっともっと攻撃の面もじゃあ高めていきたいというところですね。はい、そうですね。そして米澤選手は後半から出場されましたけれども、今シーズン初の公式戦になったわけですが、
はい、メンバーに選ばれた時ってどんなお気持ちでした？久々のゲームに絡むことができたんで、うん、まあ嬉しかったのと、はい、まあ、出ればゴールしてやろうっていう思いで、うん、それがうまくいかなかったんですけど、ええ、また次する試合があるんで、はい、まあ、そこにまた選ばれるようにやっていきたいなと思います。あのやはり昨日見てて思ったのがすごくやっぱりスピードが魅力だなっていうのと、はい、やっぱりこう最後までこう負けずに追いかける気持ちとかそういうのってやっぱり米澤選手の魅力ですね。そうですか、うん、なんかあのライン際ギリギリのところまで走っていって最後ボール残したじゃないですか。はい、あそこすごかったですね。めっちゃ速かったですね自分で言ってる夢を見ました。いやでも本当そう思います。間に合ったって思いましたもん。自分でも間に合ったかと思いました早いな、やっぱりそのスピードってやっぱり魅力ですよね。どんどん活かしていきたいですね。本当そうですね。鹿児島にとってすごい武器になるんじゃないかなと思いますけれども、はい、まあ、これからね今調子がすごく米澤選手いいということですから、はい、これからの活躍楽しみですね。頑張ります。あの前々節がフルスとの対戦だったじゃないですか。はい、セレッソと、はい、あそこは出たかったんじゃないですか本当は。そうですね、うん、大阪で試合したかったですけど、はい、あのチームが勝てたんでよかったです。しかも酒本選手のハットトリックもありましたね。ほんまにしましたあれ嘘でしょその反応まあ、なんか出てるイメージなかったんで、はい、今まであセレッソでもずっと一緒にやってたじゃないですか。はい、その中でよく酒本選手のこと知ってると思いますが、びっくりしました。びっくりしました。はい、そうなんだ。しかもねセレッソ相手にハットトリックってすごいですよね。フルス相手に、なんかでもあそこに米澤選手がいたらなってきっと思ったセレッソのファンの方もねいらっしゃったと思いますけど、はい、こっからですね。そうですね、米澤選手のまたスタートは、はい、はい、頑張ります。頑張っていきましょう。応援してますよ。はい、はい、さあ、あの次はアウェーになりますが8月の2日日曜日17時キックオフ、はい、SC 相模原との戦い、いよいよ遠方での試合が始まりますけれどもどんな戦いをしたいですか？まあ、前節負けてるんで、はい、連敗は絶対避けられないじゃないんで、うん、まあ、アウェーで移動もあってきついんですけど、なんとしても勝ち点3を取って帰りたいです。はい、またあの暑さもありますし厳しい戦いではありますけれどもね、やっぱりサポーターが勝ち点3を待ってますよね。そうですね、うん、まあ、相手も同じ条件なんで、うん、そうですね、まあ、気持ちが強いのは勝ちたもんで、うん、しっかり勝ち点3を取りたいなと思います。はい、あの前節の敗戦からなんかみんなで話をしたりしました？まあ、そうですね、まあ、非常にもったいないゲームだったんで、うん、まあ、またすぐ試合が来るということで、はい、切り替えてやらなきゃいけないんで落ち込んでる暇ないんで、はい、話はありました。みんなでじゃあもう一度ギアを入れ直して頑張っていくっていう気持ちが一致してますね、みんなで。そうですね、うん、間違いないですね。はい、はい、今度アウェーなので鹿児島からも念を送りますね。はい、頑張ります。さあではエール4鹿児島、今本当に日本中そして鹿児島の皆さんも大変な状況にありますけれども、ラジオ聴きの皆さんに米澤選手からメッセージエールをお願いできますか？コロナで大変な時期ですけど、はい、まあ、少しでもスポーツで盛り上げるためだなと思うんで、まあ試合でそういう姿を見せていきたいなと思います。一緒に頑張りましょう。はい、一緒に頑張りましょう。はい、さあでは次はゴールした後にまたインタビューぜひお願いしますね。じゃあまたすぐ来ますね。すぐインタビュー来ますね。そう、間違えないね、すぐ来ちゃいますねこれね。はい、期待してます。頑張ります。その時にはまたインタビュー楽しみに、どんな曲を選ぶのかしてますからね今日の一曲はねちょっと意外だったんですけど、はい、この曲は世代じゃないですよね。世代じゃないですね。割と若い時に聞いてました。若いってか小学生の頃に、うん、
運動会の組み立て体操の時に流れてた曲で、はい、なんか俺らが生まれたぐらいに流行ってた曲を流して、はい、うん、なんかお母さんお父さん世代に思い出させようみたいな感じの選曲やって、ほう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 、でその時に流れてて、なるほど、はい、ってことは米澤選手が生まれた頃にこれ流行ってたってことですか？ですかね。やばいねそれ。多分。ちょっとなんかそんな記憶があります。そういうことなんですね。はい。じゃあぜひその一曲を曲紹介お願いできますか？ヒドロの未来へです。はい、未来に向かって走ってくださいね。はい。はい、米澤蓮選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。